皆さんこんにちは、ギャリバンです。今回はアリス・イン・ナイトメアに挑戦したいと思います。何やら不思議の国が怪しいことになっているようです。では早速プレイ。時計だ。なんかどっかの別荘みたいな、ログハウスみたいな感じ。あ、アリスだね。なんかお金持ちの家の子みたいだね。ベッドも大きいしさ。起きるね、ボスケ。お茶会の時間だ。どう見つまわして、これはどうだ。カラスと書き物作りは何で似てるのか。え、黒い猫だ。なんだい。ん、何。あ、大変だ大変だ。あ、アリスを助けなきゃ。起きろアリス。燃えてるよ、早く逃げて。あ、もうこれ全焼だね。全部燃えちゃうよこの勢い。ママ、パパ、アリス、ちょっと助けてあげて。ママ、パパ、何も見えない。逃げてアリス。逃げろ、外に出るんだ。走れアリス。何。あ、大きくなってる。かわいそうに、あのウサギがアリスを元気にしてくれないかしら。このウサギ目が一個ないね。なんか鉄格子の窓だから、なんか病院なのかな。精神病の病棟かな。なんか叫び声聞こえるしね。助けてアリス。あ、喋った。助けてっつったよ今。このウサちゃんよく見るとちょっと可愛いね。忘却への入り口。なんかセイントセイヤーの黄金十二球みたいな感じだよね。おお、なになに。うわー、落ちた。パンツ見えた？見えないか。急いでくれないかアリス、もう時間がないんだから。なんだよこの人相の悪いウサギは。なんか猫バスみたいな口の大きい猫ちゃん。あ、こっち来るぞ。なんか貧相になったわね。知り合いなんだ。でもあえて安心した。君はなんだか偉そうになったね。イケボイスだね。今も好奇心をなくしていないといいんだ。声がかっこいいよ。不思議の国はすっかり変わってしまったわ。一体どっちへ行けばいいの。道に迷ってしまいそうな時は誰かに尋ねるといい。ウサギが少しは知っているし、俺も風見なんかなくったってどっちに風が吹いているかすぐにわかる。何が必要か考えて動くんだ。自分が先に立とうとせずにウサギの後に続け。ウサギの後か。ウサギさっき行っちゃったからその後続いていけばいいんだね。あ、こっから動ける。この何、足跡。なんだろうねこの足跡は。誰かいる。私たちの国はボロボロ、生きる気力もない。元気ないね。病院を思い出すわ。なんか楽しいことないの。奴隷の生活に幸せなんてあるわけ。元気ないな。あ、でも走る元気はあるじゃんね。行く手に何か問題があるのなら飛び越せばいい。風に乗ってね。あ、これっていうこと。これに乗ってくんだ。これ何、ジャンプすればいいかな。よっ。わー、浮いてる浮いてる、すげえ。ちょっと楽しいんだけど。騒ぎはごめんだよ。赤の女王の家来がまた起こる。私は女王たちを怖いなんて思ったことないわ。戦うべきよ。無駄だよ。女王がいる限りこの惨めな暮らしから逃れるには死ぬしかない。赤の女王ってのが敵なのかな。それで女王が死ぬかね。メタエッセンスは不思議の国の命の力だ。敵も極めて強力なやつを持っている。できるだけ集めて効果的に使え。この赤いのだね。なんか最後に消えるとき必ずニコって笑うね、あの猫ちゃん。ドロールベルのガス採出。ガスをここで取ってんだ。
これか、これのことだね。これどっから？こっちからか。あ、赤いのが増えたね。これ体力回復なんだかな。これ何光ってんの？なんか刀みたいのがあるけど。ナイフだけでは十分とは言えない。役に立つものがあったらキープしておけ。ナイフだ。捨てていいのは愚かさだけ。そうすれば生き残れ。あ、ウサギがいた。どこ行くんだい。小さくなった。俺もあそこ行けばいいんだね。じゃあ長老の家。みんなまるで元気がないのね。そんなにひどい暮らしなの？まあな、語るも涙の物語よ。ウサギのやつがずっと言ってた救世主ってのはお前さんかい？違うと思う。ただの人間よ。今私とても小さくなりたいの。これぐらい。なんか一歩前だった。かわいいね。相当ひねっていかないとな。右左へくねくね曲がってよくは知らねえよ。知ってりゃ俺がやってる。ひねってほしいわけじゃないわ。これぐらいになりたいの。扉の要塞の秘密だろ。入りたいってだけじゃ無理だ。入り方をひねらないと。ひねるって好きだね、この人は。扉には錠前があって開けるには鍵がいるが、君は持っていない。開くといいな。ダメでも猫の皮を剥ぐのと一緒で他に手があるかも。アリスすごいこと言うね。そういう例えは悪趣味だ。今後はやめてもらいたいな。ちょっとショック受けちゃったんじゃないこの猫ちゃん。あるね。取った。これも。ん？あ、体力満タンだとあれなんだね。取れないんだ。これは何？ラナのマッシュルームショップ。だって。ここにね、入ったんだよな。なんかねえかな。ん？おいおいおい、何？こいつ。敵？敵か。倒した方がいいってことね。この野郎。ほら、お、なになに、ちょっと待って、ちょっと待って。首吹っ飛んだよ、今。グロいよ。そんな感じなんだね。いや、焦った、ちょっと。精の出る製材所だって。なんもなさそうだけどな。進むべき道を見つけるものはわずかだ。気づかない者もいれば、気づきたがらない者もいる。ここかい？ってことは。誰かいるよ、こっちにも。英雄が来るってウサギが言ってた。あんたがその英雄？さあね。それより扉の要塞に入れてくれる？やだよ、とんでもない。今じゃ僕らはすっかり間抜けない育児なしだ。そんな度胸はないよ。だけど鉱山へ行ってみないよ。鉱山？一番深い穴に賢くて勇敢で今も自由に生きているやつがいる。手を貸してもらえばいいさ。いや、行ってみよっか、鉱山に。どんな冒険にも最初の一歩が必要だ。陳腐な言い方だが、手出し名言だね。こっちか。まあ猫が案内してくれてんだろうな。ちょっと行ってみよう。パンデモニウム。ん？ここは？ぶら下がったロープというのは慣れた連中にははしごと同じぐらい。これロープなんだね。飛び移ってみようか。本当だ。これを、あ、前後でこう揺らすことができる。ほら、じゃあ飛ぶよ。よし。あ、お、なになに、お、お、なに、毒じゃんここ。マジか、なんだよ、超焦った今。これどうすればいい。ここに登って。これさ、上がれないよね。下がるだけ？下がるだけか。出て出て。意外とちょっと最初からつまずいてるけど。これは、こっから、いけた。誰かいる。
なぜこんなところまでわしを追ってきた。これが長老か。お知恵を借りたくて。少し霞んでおるが、まだ目は見えるんじゃがね。利口な奴がこんなところにうずくまってると思うか。わしに知恵などない。ただの年寄りだ。そんな元気出して。小さくなる方法を知りたいんです。ネズミぐらいに。ご存知ありませんか。それだけか。だったら教えてやれる。お前には何がある。ブツブツ交換。何も持ってません。勇気と力があるぞ。わしはもうダメだ。苦しみを多く見すぎた。タバコも吸いすぎた。そら吸いすぎだよ。一体どうすれば。万兵の宿舎にいる、とりわけ荒っぽいダイヤの兵隊が鍵を持っておる。取ってこい。そうしたら力になってやろう。あ、これが鍵だね。なんか手みたいだったけど、鍵がこの先に行くってことか。危険って書いてあるけど、なんかあるんじゃないんだ。ちょっと慎重に行こう。大丈夫かな。大丈夫そうかな。ん？あ、トロッコなんだ。腕組んじゃって。ん？何？おお、すごい。なんか M 字で座ってるんだけど、そこじゃないか。何？落石注意って書いてあるけど。うわーわーわわ、怖え。あ、人がいる。これはあれだね、仲間の人たちだよね。敵じゃない。すごい、ちょっと大胆だよ、アリス座り方が。大丈夫？おお、大丈夫か。危険危険危険。すーげえ高えな。無事だったね。よし。あ、なんか来て、よいしょ。うわー、危ねえ。このやろう。おおおおおお、来た後に歩ってるとか怖いわ。なんか光ってる。ん？あっちの上にも光ってるね。あそこはなんかの入り口なのかな。これ何？トランプでいたずらするのはまだいいが、しかしトランプが物を切ったり刻んだりするとなると笑い事ではない。あ、ナイフがトランプに変わってる。あっち行くにはどうしたらいい。ここか。ん？おお、来た。これがトランプだ。トランプ攻撃効いてんの。効いてるな。あ、こいつもトランプみたいに投げてくるけど。あ、これさ、赤いのと青いの両方とも回復してくれるんだね。これが鍵だね、さっき言った。取った。こっちかな。ん？あ、さっきのとこだ。俺が落ちたとこだよね、これね。じいちゃんが言った。ちっちゃくなってく。え、ちっちゃくなれてるんじゃない？おじいちゃん。よしよしよし。いきなりはちょっと怖いよ。あいつにも撃てる。効いてるか。こうやって避けながら。効いてなさそうなんだけど。効いてるか。あー、もうなくなっちゃったよ。ちょっとこういうのはさ、無視してっちゃうとかダメかな。ジャンプ。ダメか。ジャンプ。じゃん。鍵はあったか。なかなかやるな。ウサギの勘は当たってたようだ。やつもバカじゃない。なんか、ねえ、そう願ってます。これに乗ってくのかい。その鍵でわしの仲間を惨めなおじいちゃん元気だね。いけるよ、まだまだ。女王に正義の戦いを挑むのだ。皆がどれほど本当にお気の毒だと思っています。でも私小さくなりたいんです。そうだよね、当初の目的は小さくなりたいんだけど、女王と戦ってくれってなっちゃうんだ。あ、だんだん増えてるね、扉の要塞とか。なんか踊ってるよ。なんだよこいつ。あれ、なんか
飛んだよ今。おじいちゃん頑張ってる、まだまだいけるよ。要塞の内部に学校がある。そこに材料があるから薬を作るんだ。それを飲めば小さくなれる。材料って高いわ。材料、材料は材料だよ。見ればすぐにわかる。ああそうだ、見るといえば万平に見つからんようにするんだ。捕まれ。ああくそ、見つかった。もう見つかってるよ、危ない危ない。おじいちゃん頑張って。ああ超撃ってんじゃん下から。おじいちゃん頑張れ、もっとこいでこいで。戦えるよ十分おじいちゃんこれなら。やがてこんな壁ぐらい壊せるようになる。でも今は飛べ。